Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談をしていこうと思います。いよいよクリスマスラストチャプターということでね、ここまで来ちゃいましたね、長い。過ぎてみれば、パートとしても35、6とかになってると思うんですけど、なんか過ぎてみればあっという間ということでね、これが終われば、4人の主人公のうちのもう2人が終わるというところですね。はい。じゃあ、ムービーシーンが終わりましたら、早速本日のね、相談乗っていこうと思いますので、もうしばらくムービーお楽しみください。Maybe it's fate. It's been 3 years since I killed Wesker. I can't let this war follow me forever. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute. It's about time someone took my place.Be honored if it was you. I don't think I'm ready for that. You've made it this far, haven't you? All right. This is it. はい、ムービー終わりましたんでね、すごい質問に答えていきたいと思います。自分のことをイケメン、美人とか思っている人にブス、ブサイクだよって教えてあげたら切れますか？まあ切るでしょう。まあただ本当に自分のことをねイケメンだとかね美人って思っている人だったとしたら、まあ自信満々にね、君には俺の魅力はわからないさみたいな、多分華麗なね切り返しをしてくると思います。ただ、まあ、例えばね、ローランドさんね、放送界の帝王って言ってるローランドにブス、お前ブサイクだからとかって言っても、まあ君と俺とは住む世界が違うからとか、今かけてるメガネのと合ってないみたいだねみたいな感じで、まあ切り返されて終わっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。ただまあ人間って意外とね、本当のことを言われると怒るっていうのも当然あるんで、もし自分がブサイクだっていう自覚があるにもかかわらず、そう言われたら怒ってくるっていう可能性はあるんですよね。ってことは自分のことがちゃんとブサイクだって分かってるんですよ。まあ自覚があるっていう、さっきも言った通りなんですよね。で、そんなこと分かってるわけで、なんか自分だとそのブサイクだとか、まあ、例えばですけど勉強ができないとか、運動音痴だとかっていう自覚があっても、人に言われたらなんかムカつくっていう瞬間ってあるじゃないですか。あれみたいなもんなんですよね。うん。で、逆に言うと、本当に綺麗な人とか、美人な人とか、それからイケメンな人だったとしたら、その人に向かってブスって言ったところで、それって嘘になるんですよね。で、人間って嘘をした、指摘されたとしても、こいつ何言ってんの？バカじゃね？って思うだけで、まあ、その場合は、切れないというところですね。え、俺本当にイケメンだけど、みんなも言ってるし、自分でもそういう自覚があるんだけど、何ブスって、何お前の嫉妬みたいな感じで終わらされちゃうっていうところなんで、うん。まあ、それが仮にムカつくやつだったとしたら、もうブス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 って言いまくってね、もう俺本当に実はブサイクなんじゃねえかっていうふうに思わせてしまったらいいんじゃないかとは思うんですけどね。うん。ところですね。だから、本人が本当にどう思ってるかっていうのを知るには、あえて、お前ブスだけどっていうことを、まあ、言うっていうのは、反応を見てどう感じるのかっていうのは、まあ、面白いからやってみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。てか、これ、何のために使う質問なんだろうね。面白い質問だなと思いますけど。はい。じゃあ、次の質問いきましょう。ことあるごとに周りの人から突っかかられます。敵視みたいなものをされて困っているんですが、どうしたら止まりますかという質問ですね。多分これに関してはご自身に自覚がないだけであって、おそらくあなた自身が周りに敵意を結構向けてるんだと思いますよ。まあ、人は鏡だっていうね言い方をしたりしますからね、うん、で本当に何もないんだとしたら、全員があなたを敵視する意味がそもそもないんで、そんなことないはずなんですよ。でも
敵意を感じるとか敵視されているというふうに思うのであれば、あなたがその敵意とか敵視を向けている可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だからもしくは勝手に人から関わってもらうそのコミュニケーションの云々とかっていうの、ちょっとしたコミュニケーションなんかっていうのも、ちょっとしたネガティブな要素があったっていうだけで、もしかしたら攻撃されたって受け止めて、で相手はいつも俺のことを敵視してるとか敵対してるみたいなことを思うことなんていうのがあるんじゃないかなと思いますけどね。うん、そのドツボにハマっているっていう可能性があるので、例えばなんだろうな、よくあるのはその仕事のミスをした際にちょっとした失敬されたら、あもう俺のことダメなやつだと思ってるんだとか、なんかこの上司は自分のことをまあバカな部下だと思ってるんだっていうふうに思ってしまうとかっていうことがあるんで、うん、実はそうじゃなくって、単に本人はそういうつもりがなくって、ただ単に指摘をしただけなんで、勝手にそういう解釈をされて困っているみたいなことっていうのは結構あったりするので、自分がどういう解釈をしているのかっていうのを、事実とご自身の解釈っていうところをきちんと切り離して考えてみられるっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあもうここに用はないのでさっさと行きましょう。下に参ります。はい、うん、というところですね。まあでも僕も結構ありますよ。なんかちょっとした注意を受けたら、なんか自分がなんかもう存在を否定されたかのように感じてしまうことがあったりとかして、それでね、もうなんか鬼のように切れまくるみたいなことは、あやったりとかしてきましたけど、まあ、切れるというか、なんかもうこいつ嫌いみたいな勝手にね、思ったりとかっていうのは あったりしますね。ウェイ、なんか変だな、出た、このクワガタ野郎。強いから嫌なんだよね。あ、おの子一瞬で。いて、はい、じゃあちょっと落ち着いたタイミングが来たら次のご質問に行きたいと思うんですが、落ち着くタイミング来るかな。どう、あ、まだか。どう、オッケーオッケー。ふん、ご褒美かな。ご、あ、外した。分かったちゃん、うん、ねえ、まあでも基本的になんだろうな、自分のやることなすことっていうのが小さい頃からあんまりいい評価をされてこなかった人とかっていうのは、そのポジティブかネガティブかっていうことに関係なく、自分のその評価に関わるような発言を相手からされた場合、大概ね、マイナスに受け取るっていう癖っていうのはやっぱ身につくみたいな。これどうだったか、なんかスウェーデンかなんかのことわざというか、こんな風に子供は成長していくみたいな格言があるんですけど、非難されて育った子供は相手を非難して育てるように、育つようになりますし、逆に、相手を尊重して育った子っていうのは、やっぱり相手のいいところを褒めるっていう癖が身につくっていうのがあるんで、で、家庭内暴力を受けて育った子っていうのは、自分がそれを受けてきたから、それ的にやらないようにっていうのが、まあ理想ではあるんですけど、実は残念ながら、まあ力で相手をねじ伏せるっていうことを身につけた大人になってしまうっていうようなことも言われたりはしてるんですね。うん、うえい。そうなんですよね。だからまあ、家庭環境を、まあ見直してみるっていうのも一つありますかね。自分がどうしてもその敵意だって受け取ってしまう原因っていうのが、実は幼い頃にそういう育てられ方をしたからだっていうことは、もしかしたら可能性としてはあるかもしれませんので、はい。なんだ、なんかすげえロケランかなんかズドンって出てる。おお、やっぱ飛んでるよね。あれ、ピアズ君行かないと。君が、あ、ここにいたのか。なるほど。何か犯人。あ、出た。ん？あ、ボム爆弾。いい、育ってる。はい。ということでね、まあ、そんな感じで、ご自身の家庭環境も振り返りながら、ぜひそのね、考え方っていうのを克服してもらえたらいいかな、というふうに思います。次の質問に行きたいんですが、ちょっとね、怖いロケラのお兄ちゃんがいるんで、こいつ始末したら次の質問ね、読んでいきたいと思います。OK、倒した。はい。じゃ次ですね。仕事や家事とか、何か失敗をするたびに引きずってしまい、頭から離れずしんどいです。同じミスを繰り返してばかりで沼から抜け出せません。どうしたら抜け出せるでしょうか、でもですね。沼っ
ていうおしゃれな表現素敵ですね。はい、素晴らしいと思います。で、気持ちはめちゃくちゃわかります。僕もめちゃくちゃちょっとしたミスで死ぬって思うようなくらい、もう死ぬとかね、会社クビになるわくらいのね、気持ちっていうのが芽生えるんで、でネガティブだったりとかメンタルが弱い人の傾向として、反芻思考って言ってね、牛の反芻とかってご存知ですかね。一回食べたものを胃から口に戻してもう一回食べて飲み込んでっていうのを繰り返すっていうのが反芻。要は今言ったように繰り返すっていうことが反芻って言うんですけど、その思考っていうのがあって、同じことをずーっと考えてしまうっていうことが反芻思考なんですね。で、おそらくこのご質問者さんもそうですし、僕もその反芻思考っていうのが、癖づいてしまっているということなんですね。だからそれが根拠もなく、なんかそのミスしちゃったっていうのをぐるぐる巡ったままで放置してしまっているっていうことだと思いますんで、大切なのは何かというと決着をきちんとつけてあげることっていうことですね。だからよくあるのが、例えばそのどういうサイクルがあるかっていうと、ミスしちゃいました、やっちゃいました、自分はダメなやつなんだ、終わりで、またミスしちゃいました、やっちゃった、自分はダメなやつなんだ、終わり、自分はダメなやつなんだ、自分はダメなやつなんだって、ぐる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 しちゃうと。ではなくって、ミスしてしまいました、それ以外どんなミスだったのか、なぜそれが起こったのか、それを防ぐ手立てはあるのか、逆にミスが起こってしまった後にそれを対策するためにできたことは一体何だったのかっていうふうに、それを考えて、で実行に移していくという、そういう流れを作ることっていうのが大事になってくるんですね。だからそのためには、頭の中で考えていても、もうネガティブな考え方しか出てこないし、同じ考えがぐるぐる、それこそ反芻思考っていうのがやってしまうというところになりますんで、だから例えば、紙に書き出してみたりとか、スマホのメモ機能を立ち上げて打ち出してみたりとかっていうので、目に見える形で、文字に起こしてみるっていうことが大事になってきます。結構修羅場なんで、一発で切り抜けられるかちょっと不安なんですけど、頑張ります。そうすると、頭で考えてきたこと、考えてきただけのことっていうのが、目に見える形で、自分が思ってたことと、要は頭の中でぐるぐる巡ってたことと、実際に文字に起こしてみたことっていうのは、実は違ったっていう、もっと違う解決方法があったんだなっていうことが、分かるし、そのミスの原因が、こういうことがあったから、ミス、俺やっちゃったんだな、私やっちゃったんだなっていうことに気づくことができると思いますんで、ぜひね、文字起こしっていうのをやってみられることをお勧めをさせていただいています。そうすればね、対策も講じやすくなりますんで、頭だけで考えるんじゃなくて、目に見えるようにしてね、その上で考える、これを実践してみていただけたらというふうに思います。というところですね。繰り返しちゃったりとかね、っていうのは多分、同じことをずっと考えてるからですね。だから思考は現実化するってね、ナポレオン・ヒルの著書の中にあるんですけど、それって単にその自己啓発っていうんじゃなくて、メンタル的なところで、人間ってね、口に出してることとか思ってることっていうのがね、結構ね、現実化しやすいっていうのはね、リアルにあると思いますよ。だから私なかなか痩せないんだよねっていう人は、やっぱり太ってる人が多かったりとかすると思うし、私痩せ型なんだよねっていう人は、本当にガリガリになってると思うんですよ。で、その実開けてみたら、本当にそういう体質の人、ね、太りやすい体質の人とか、痩せやすい体質の人っていうのいるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくって、単に痩せている体を維持するためにカロリーを消費、カロリーをあまり取っていませんでしたっていうこともあったりとか、一方で、私、ぽっちゃりなんだよねって言ってる人ほど、そのカロリーを結構多めに消費、多めに取っているっていう人もいたりするんですよ。だから、今自分が考えてることとか思ってることとかっていうのを実現するための行動っていうのは、人間は取ったりとかしているものなんで、だから、ミスをする自分っていうのを、その反芻思考をすることによって、引き起こしてしまっているっていうことも考えられるんで、本当にその反芻思考をやめて、ミスをなくしたいということであれば、まずは、きちんとね、その考えるっていうことを一旦、考えだけで何とかするっていうことを一旦やめていただいて、で、文字起こしして、暴走しないように気をつけるっていうことが大事になる。そんなところじゃないかなと思いますね。さあ、35秒、切り抜けることができるか。なんか、めっちゃ虫に食われてるけど、大丈夫かな。出た。なんかくびれなかった。これもしかして何か、カーラダメスの格好、いや、
ピアース君助けてくれたまえ。あと15秒でここからやり直しになるのはぜひ勘弁して。助かったー。やべやべ、レーザーサイトが2つある。逃げろ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 。もう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 いいもういいもういい。うん、よし、オッケー。これでくたばってる間に、よし、次のステージにさっさと進んでいきましょう。ということでね、これ切り抜けたとすぐムービーになっちゃいますんで、一旦ね、このパートはここで終了とさせていただきたいと思います。画面がね、映ったら、切りたいと思いますんで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。Over here. Yeah, I know.